従巡洋艦トレント指揮官の補佐に来ました。私が現れたことで指揮官がよくできるようになるなら、それに越したことはありませんわ。従巡洋艦のトレントです。前方作戦でも後方支援でも何でもお任せください。私がここにいる理由ですか？指揮官の感染ですもの、指揮官を支えるに決まっていますよ。時間通りに戻ってきてくれてほっとしました。仕事を始める前にまずは今日の予定を確認してみませんか？指揮官のそばにいると心が安らぎます。嫌な幻に悩まされずに済むし、指揮官は不思議な力がありますね。手持ち無沙汰になるとあれこれ考えてしまいますから、何かの作業があった方が逆に集中できる時ってありますよね。決断を下す者にとってためらいは命取りになりかねないです。しかし誰しも感情に縛られるものです。お疲れですか？あ、ちょっと待っててくださいね。今軽く何か作りますから。ハグですか？こう？あ、力を入れすぎましたね。少しぐらいなら甘えてもいいですよ。新しい任務です。もう少し頑張りましょう。私も手伝いますから。任務が完了しましたね。ええ、よくできましたね。新しいメールです。大事なものでしたらしっかりと保管してくださいね。また嫌な幻が。いいえ、大丈夫ですよ。少しぼーっとしてただけで何ともありません。それより何か食べてスタミナをつけませんか？ここも不安になるような場所ですね。顔色が悪い？大丈夫ですよ。あまり楽しくない夢を見ただけ。指揮官は悪夢に何度もうなされた経験がありますか？その時はどうやって。いや、言いたくないのでしたら無理に言わなくても。うまくいっていないことはありますか？何でも私に相談していいですよ。そんなことより私のことが心配？大丈夫ですよ。昔と比べて今はだいぶ良くなりましたから。これもよくやってくれている指揮官のおかげですもの。幸せな夢を見ました。平和な母校、指揮官、みんなが私の作った料理を囲んで
楽しくお食事をしている夢を。よく考えたら、この夢は指揮官のおかげで、もうほとんど叶ったようなものですよ。はい、あーして。食べさせてあげますよ。委託が完了しました。やり遂げた子たちを迎えに行きますね。この力がもっと指揮官やみんなのお役に立てますように。今は気を取られてる場合じゃありません。勝利は私たちのものです。撤退しましょう。こんなところで終わる私たちじゃないです。戦闘に集中して。まだ終わりではありません。全てが贅沢すぎる望みだと思っていましたけど、まさか本当に現実になるなんて。幸せな夢よりも、その夢が叶う方が良いですから。いつか指揮官が悪夢にうなされてしまったら、私のそばに来てくださいね。私、トレントが寝かしつけて差し上げますから。